カール・レオンハルト・ラインホルトカール・レオンハルト・ラインホルトはオーストリアで生まれドイツで活躍した哲学者である当時あまり受け入れられていなかったイマヌエル・カントの哲学の体系化を意識を根源とした表彰能力によって行いこれによってカント哲学の独自性をドイツの思想界に一気に普及させたことまたこの体系化という仕事がカント哲学からヨハン・ゴット・リープ・フィヒテ ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルに至るドイツ、観念論への道筋を与えたということなどの影響が見られる。思想史の流れからしても重要な橋渡しをした思想家といえる。ラインホルトは1757年にウィーンで生まれた。イエズス会などのカトリック系の学校に通い、当初はカトリックの司祭、哲学教師などを務めていた。1783年に ライプツヒに移りプロテスタントに改修フリーメイソンの会員になる。この頃の彼は、王政していた、啓蒙思想の影響や無神論、デイビッド・ヒュームの会議論などの影響を受け、伝統的なカトリックからの脱却などを図っていた。1784年にはバイマルへ行き、そこで、ドイツの詩人クリストフ・マルティン・ビーラントを知る。ビーラントが主催していた、 当時ドイツで一番権力のあった文芸雑誌でアキュッチメルクーアで後にカント哲学についての書簡という名で知られる一連のカント哲学に対する書簡をこの雑誌に投稿していた。1786年に発表されたこの書簡は当時あまりの受け入れられていなかったカント哲学に対する解説として受け入れられカント哲学がドイツの思想界に知られることとなる。この時点が いわゆるドイツ観念論の始まりと見てもよい。この書簡の公表で一躍有名になったラインホルトは1787年にイエーナ大学に招聘された。彼は自身の哲学を何人にも疑い得ない人間の意識の命題となす、すなわち表彰能力においてカント哲学を統一させようとし、いわゆる根本哲学を打ち立てた。 1789年には主張になる表彰能力の心理論の試みを刊行これは、カント哲学に含んでいた二元論的な問題を一元化し、体系化しようとする最初の試みであった。この試みは、新しい哲学体系を打ち立てたというより、カント哲学に含んでいた問題を表面化させた功績が大きい。この一元化、体系化の試みによって、 ラインホルトの公認として、イエーナに招聘されたフィヒテの知識学の構想に直接的な影響を与えたことも見逃せない。1794年にイエーナ大学を退官した後は、キール大学に招聘され、1823年に没するまで当地で抗議していた。後年のラインホルトは、フィヒテやフリードリヒ・ハインリヒア交尾の影響を受けていた。ありがとうございます。